会長の記者会見を始めてまいります。ご質疑のある方は挙手の上、社名、氏名を述べていただければと思います。日経新聞の中村です。本日の憲法審査会では、国内では最高裁の裁判官の国民審査に関する違憲判断に言及されます。いわゆる公開権の人があるという指摘が出ていますが、進め方についてのお考えがあればお伺いしたいと思います。ですね、在外投票をどういう方法でやるのかと、最高裁の裁判官で、任命後最初の衆議院議員選挙時にやるわけですね。ですから、衆議院の場合はいつ解散があるか分かりませんから、解散時点で初めてですね、この人の A さん、B さんの国民審査を受けないといけないということが決まる。そこから準備するわけですよ。それで時間かかるからできないんだっていうのはね、と言ってたんですが、そこをやり方をしっかり工夫をしていただかないといけない。当然これ、昨日、違憲判決が出たわけですから、総務省を中心にですね、どういう在外投票の仕方でやるのか、ということを具体的に検討されると思います。で、それなりの案というのを、当然、相談があると思いますので、しっかり議論をさせていただきたいと思います。それともう一点申し上げたいのはですね、今日も審査会の場で申し上げましたが、そういう方法も大事なんですけども、方法とともにね、やはり実効性があるものにしていかないといけないと思うんですね。意味のあるもの。せっかく憲法で、裁判官の国民審査、最高裁裁判官の国民審査が、そういう権限を与えているわけですから、形骸化しないように。今はやはり、国民から見てですね、判断の要素っていうのが、材料がないんですよね。だからそういう意味じゃ、任命された後の、国民審査ですから、その方がどんな経歴であったとかですね、また実際に最高裁でどういう判断、意見を述べられたのかだとかですね、それを分かりやすくね、やはり広報してもらわないといけないと思うんですね。その辺もぜひ政府の方で、総務省の方で、さらには、これは最高裁判所自らもですね、ぜひ協力をしていただいて、しっかり開示出していただいて、国民から判断できるようにしていただきたいと。そういうこともぜひね、制度設計の中で議論してもらいたいと思います。私の裁判権あるので、自民党の候補への反対の考えなんですけども、今の主要幹事会で、あるというこれは岡山の主張も決まりました。想定される公示日まで1ヶ月程度となった中ですね、4000ページが成立状況になりましたが、このスピード感についてどう見てらっしゃるかというと、調整の遅れがですね、一旦選挙戦にどう影響すると見ているか、お考えがありましたらよろしくお願いします。まだ選挙告示、これからなんですよね。6月の、今想定されているのは、6月の22でしたかね。そういう意味じゃ、まだ1ヶ月近くあるわけでしてね、十分時間あると思ってます。はい。うちの党の場合はですね、公明党として自民党の候補者の方を推薦すると決定をしたら、うちの党議主義者の皆様はですね、当然それを重要な判断材料にしていただけると思いますから、決して遅れているとは思いません。関連で共同通信の方です。中国ですね、岡山選挙区は、今回の参議院選挙では初めて、自主投票に結果となったことについて、一応、自民党からは全ての5選挙区についていただいているんですが、今後、これから、一緒に1周年になった結婚記念とともにとですね、残る4選挙区、山形、新潟、長野、長野、これについては、推薦する方向で決めているという認識でよろしいでしょうか。私、直接選対を担当しているわけじゃないんで、岡山の件について聞いておりますのはね、自民党の県連の方から、推薦の申し入れがそもそもなかったということで、自主投票になりましたというふうにお聞きをいたしております。まさしく残りの4選挙区については、現在、地元でね、調整がなされているところだと思います。北海道新聞の勝俣です。今日の午前中に吉川貴盛元農水大臣に、懲役2年6ヶ月で執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。他党のことで恐縮なんですけれども、私、与党として受け止めをお願いします。いや、これはあれじゃないですか。極めて遺憾なことであるとしか言いようがありませんね。ぜひ、そういうことがないようにですね、二度とそういうことがないようにしていかねばならない。これは、他党だけじゃなくて、我が党も含めてですね、国会議員が、やはり身を正していかないといけないと思います。毎日新聞の畠山です。23日に日米首脳会談が行われました。その中で岸田総理の方から、防衛費の相当な増額、この決意が示されました。日米首脳会談の成果も含めて、会長どのように受け止めておられるかというのが1点。もう1点はですね、バイデン大統領が、台湾の軍事関連について、肯定するような発言を、されました。アメリカ、台湾に対しては曖昧戦略に取っているかと思うんですが、このバイデン大統領の発言についての受け止めをお願いします。最初は、防衛費の話ですか。これはもう言うまでもございませんけども、我が国をめぐる安全保障環境がね、非常に厳しくなっているというのはもう事実としてはっきりしているわけですね。北朝鮮の先日ので15回目ですか、ミサイルの発射実験。また、中国の海洋進出がまた強化されてますし、ロシアの問題もある。こうした中で、安全保障環境が非常に厳しい中で、この国と国民をどう守っていくのかというのがまさしく問われているわけです。で、その中で防衛力をですね、強化をしていかないといけないというのは全くその通りだと思います。防衛力を強化しなければいけないわけですから、当然、防衛予算についても、防衛関係費についてもね、これは必要なところはしっかり増やしていかねばならないと思います。何が不足しているのか。何がですね、欠けているのか。どういうね、装備が必要なのか。これはしっかりとね、これから年末に向けて、まさしく議論をしていくことだと思いますが、いずれにしても防衛力の強化をしていかないのはもう、今の状況から当然だと思います。そのに必要な、相当なですね、防衛予算というのは、関係費というのは、当然増額をしていかざるを得ないだろうというふうに思っています。もう一個か。これはね、よくわかりません。正直申し上げて。よくわかりませんが、これで3回目ですか。ですよね。だから、やっぱそれは、何らかの意図があるのかなっていうふうにね、思います。決して、誰かが言ってた、なんだっけ？失言？そんなんじゃないでしょうね。おそらくなんか意図があって、そういうご発言をされていらっしゃるんだろうというふうに思います。NHK がです。防衛予算の関係で、金でお伺いします。今、必要なことはしっかりやっていかなければならないということで、何が不足しているか議論していくということでした。これはつまり、積み上げの考え方で議論していくっていう、趣旨かなというふうに受け止めたんですけれども、自民党内では、その自分の国を守るというような意思としてその防衛費を大幅に増額する、その額をまず示していくというような意見があります。そうした考え方についてどのように思いますでしょうか。これから年末に向けてですね、こういう安全保障環境が厳しい中で、今後の我が国の防衛戦略、またその防衛戦略に必要なですね、装備等をどうしていくのかと。これを単年度じゃなくて、ある程度の期間、中規模だったら5年だったんですけどね、そういう中で具体的に出していくわけですよ。だから、防衛力を強化しなければいけないということで、当然防衛関係費、防衛予算のね、増やしていくということはこれは避けれない、だと思います。ただそれが具体的にどの程度必要なのかということはまさしく何が必要なのか、何が足らないのかということをね、やっぱしっかり議論する中で、かつ、なんといっても税金を使う話ですから、国民の皆様にですね、ご理解を得ていかないといけないんでしょうね。そういう意味では、しっかりこういうことで不足してるから、こういうことが必要だから、というふうなことをちゃんと説明できないといけないんじゃないんでしょうか。中国新聞の橋本といいます。大変な推薦の件に戻るんですけども、岡山選挙区に投票となったことについてですね、自民党と選挙協力を進めている中で、今日も同じ推薦ということですけども、その中で岡山の県連の方から推薦の申し出が、なかったこととですね、ちょっと改めてになるんですけど、自主投票になったことについてですね、会長どのように考えられるでしょうか。私、直接選対を担当しているわけじゃないんで、直接当たってるわけじゃありませんから、詳細な事実関係はわかりません。聞いておるのは、岡山県連の方から、自民党岡山県連の方からですね、推薦の申し出がないということを踏まえて、自主投票に決めたというふうに聞いております。北海道新聞の立松です。すみません、別件で失礼します。当選無効の議員に対する待機洗脳について、参院選挙で自民党協議を進めているということですけれども、確認している限りで検討状況を教えていただければと思います。これはですね、我が党では西田参議院幹事長が、担当してね、自民党等と、協議をしていると聞いております。我が党の主張はもう前から明らかでございまして、ぜひ、次の参議院選挙までにはね、きちんと方向性出してもらいたいと。また、西田さんもそういうことで、今、努めていると思います。よろしいでしょうか。一般疑惑が報じられている細田議長のことをおっしゃるんですけれども、今日細田議長は週刊誌に訴訟を検討するというコメントを発表されました。立憲民主党の馬淵国対委員長からは、事実なら議長で続けるのは困難だという趣旨の発言をされていますけれども、与野党ともに国会や記者会見などで説明責任を求める、そういったことも多いですけれども、細田議長にどういう対応を求めるか伺うことができます。それはだからそういうふうな報道があったわけですから、それに対してね、しっかり議長の方で、説明責任を出してもらいたいと思います。関連でご質問させていただきます、NHK4です。細田議長の説明の、仕方として、どのようにお考えかお伺いしたいんですけれども、これまでコメントを発表するという対応をしておりまして、以降、この野党側はですね、議員委員会の理事会ですとか、国会の場で説明するよう求めています。どのような場で説明すべきとお考えでしょうか。それはご自身のご判断で、やっていただくしかないですね。いずれにしても大事なことは、そういう報道がなされたわけですから、どういう場でなるかは分かりませんが、きちんと釈明をしていただく、説明責任を取っていただくということが大事だと思います。よろしいでしょうか。それでは以上で、会見を終了します。